チャタム郡はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部ピードモント大地に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は63,505人であり、2000年の49,329人から28.7%増加した。郡庁所在地はピッツボロ町であり、同郡で人口最大の町はサイラーシティ町である。 アメリカ合衆国行政管理予算局は、チャタム軍をローリー・ダーラム・チャペルヒル広域都市圏に含めており、その都市圏人口は2012年推計で199万8808人で、ある。2003年6月6日に、行政管理予算局が統計上都市圏を再定義し、それまで長くローリー・ダーラム・チャペルヒル大都市圏に入っていた区域を2つの大都市圏に分割した。 ただし、二つに分かれても一つの大都市圏として機能し続けている。チャタム軍となった地域の最初期開拓者には、イングランドのクエーカー教徒が入っており、ホーカワやイーノ川沿いに入植した。チャタム軍は1771年にオレンジ軍から分離して設立された。軍名は1758年に設立されたペンシルベニア州ピッツバーグと同様、 1766年から1768年までイギリスの首相を務め厳しい植民地政策には反対した初代チャタム伯爵、ウィリアム・ピットにちなんで名付けられた。1907年、チャタム軍とムーア軍の一部を合わせてリー軍が設立された。公共放送サービスのドキュメンタリー、せいではチャタム軍がアフリカ系アメリカ人とヨーロッパ系アメリカ人の アルストーンケとの関係が発する場所としていた。チャタム軍の歴史的詩人となっているジョージ・モーゼス・ホートーンは、その人生の大半をチャタム軍で過ごし、奴隷である間に文献を出版した数少ない奴隷の一人になった。州内では最も西にある内陸港として機能したモンキュアの町は、大西洋岸まで長期戦で結んでいた。二0 1年三月十五日、 1881年に建設され改修中だったチャタム軍庁舎が火事になった。チャタム軍は州内でも採掘可能な規制炭が埋蔵されていることが分かっている三軍の一つである。チャタム軍とリー軍及びランドルフ軍の軍境になっているディープ川沿いの地域はアメリカ独立戦争から世界恐慌の時代まで主要石炭産出地域であり、 ディープガータンデンと呼ばれた。カーボントンやカムノックの街は石炭工業の発展で生まれた。南北戦争の時にこの地域で産出された石炭の大半は南軍の運営のために使われた。1920年代に発生したコールグレン炭鉱爆発事故はたびたび起こったディープガーの反乱とともに炭鉱の運命を縮め、1940年代までに すべての炭鉱が閉鎖された。近年に行われた再度石炭を再鉱しようという試みも失敗している。地質学者によれば石炭層にあまりに断層が多く地下の爆発性ガスの脅威が高いと述べている。さらに大気汚染度を下げてきた現在の環境法の下では養分の多い石炭は経済的に引き合わない。地質学者は炭鉱があったところに 天然ガスや石油が埋蔵されている可能性も考慮したが経済的に抽出できるものは見つかっていない。州内で採掘される石炭の96%はチャタム軍からであり3%がランドルフ軍とリー郡で産出されている。チャタム軍はその経済基盤として長く農業に依存してきた。ピードモント大地に共通する方やが土が多い天然土壌は 比較的肥沃さが劣り、タバコのような換金作物を作れなかった。家畜、特に牛と鳥の飼育が重要であり続けてきた。かつては落農業が栄えたが、近年農地の多くが売却され、開発に回されている。軍内には大型の軽肉加工施設があり、州内の軽肉生産では上位の軍である。軍内の鶏肉産業は、 軍西部のサイラーシティ町周辺が中心である。企業としてはタウンゼントフーズやゴールデンプルトリーが大きい。干し草のような飼料作物も大量に生産されている。カロライナ農園自宅管理協会が軍内にあり、多くの有機農業農家が入っている。軍内の製造業はサイラーシティやモンキュアの町が中心である。企業としてはプログレスエナジー、ウェアハウザー、 ハネワル、ATC パネルズ等がある。地元で採れる赤土を使ったレンガ製造業がモンキュア地域では重要な経済要素となっており、そこやブリックヘイブンにはいくつかの工場が創業を続けている。3M がピッツボロの南、アメリカ国道15号線 -501 号線沿いで緑色岩鉱山を運営している。緑色岩は屋根材を作る。 最歴に加工される。2007年、軍民は軍政部における同様な採石場を増やさないよう運動して成功している。景観の良い田園部の環境が多くの芸術家を引きつけており、また芸術に関わる観光が経済の成長分野になっている。チャタム軍は南部音楽でも深い伝統がある。レッドクレイ・ランブラーズのトミー・トンプソンやトミー・エドワーズが長年、 伝統的なオールドタイムやブルーグラスの音楽を広めてきた。ロックンロールからビッグバンドまで様々なジャンルのアーティストが育ってきている。最近のシャコリグラスルーツ音楽とダンスの祭りでは様々なジャンルの音楽を演奏している。この4日間の祭りは4月と10月の年2回開催される。出演者としてはパティラブレス、ラルフスタンデー、ヒューマセケラ、 ドナザ・バッファロー、カロライナ・チョコレート・ドロップス、アベット・ブラザーズ、ジム・ローダー・デールなどがいる。同じ会場で、ホッピン・ジョンバイ・オンリン協議会や、マウンテン・エイド事前音楽会も開催されている。チャタム軍は5人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員は、軍全体を選挙区に選出されるが、特定の区に住んでいなければならない。委員の任期は4年間であり、 二年ごとに半数が改選される。2010年11月に行われた一般選挙では三人の共和党員が当選し、政治地図に歴史的な変革が起きた。その前に当選した一人は南北戦争後のレコンストラクション時代以来となる共和党員だった。委員会が軍マネージャーを指名し、マネージャーが人事や予算など日々の管理を行う。委員会は 軍検察官や委員会の計画や議事録を作成する委員会事務官、税務事務所を管理する税務官を指名するが他の役人は指名しない。委員会は軍の政策に関する一般的権限があるが、健康委員会、社会サービス委員会、選挙委員会、土壌水質保全地区委員会など他にも特別の政策を立案する委員会がある。 軍政委員会は健康委員会の委員すべてを指名し、社会サービス委員会の何人かも指名するが、選挙委員会と土壌水質保全地区委員会の委員は指名しない。チャタム軍は地域自治体の組織であるトライアングル J 自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は709平方マイルであり、 このうち陸地683平方マイル、水域は26平方マイルで、水域率は3.69%である。チャタム軍の全体がピードモント地形区分に入っている。地形は外して穏やかにうねっており、平地の中にいくつか高い丘陵がある。オレンジ軍との軍境にあるテレルズ山にはローリーダーラムメディア市場のための送信等が立っている。チャタム群は、 ケープフェア川の流域にある。ケープフェア川は、放川とジョーダン湖下流のディープ川が合流する、軍内のモンキュアの町近くで発している。貯水湖と洪水制御湖を兼ねるビーエバレットジョーダン湖が、ニューホープ川流域にあり、主に軍頭部を占める。この湖は、アメリカ陸軍工兵司令部が所有し、ジョーダン湖州立、レクリエーション地域として、部分的に州に対応されている。 チャタム軍は13の軍区に分割されている。オルブライト、ボールドウィン、ベアクリーク、ケープフェア、センター、ガルフ、ハドリー、ホーリバー、ヒッコリーマウンテン、マシューズ、ニューホープ、オークランド、ウィリアムズの各軍区である。チャタム軍には、週間高速道路が通っていないこともあって、田園的な性格を保ち続けている。州内の地理中心に近く、 またローリー、ダーラム、グリーンズボロなど大都市に近いので、地域の交通では重要な役割を果たしている。自動車が主要交通手段である。主要高規格道路東西方向の幹線道は、アメリカ国道64号線であり、サイラーシティとピ・ッツボロを通っている。国道421号線と、道15号線マイナス -501 号線は、南北方向である。 国道421号線はサイラーシティを15号線 -501 号線はピッツボロを通っている。1990年代と2000年代初期、ノースカロライナ州交通省が100万ベイドル以上をかけて国道3本を高規格化し、従来の2車線から多重線の道路に拡幅した。ピッツボロには国道64号線バイパスが通り、 サイラーシティの東にも国道421号線のバイパスができた。公共交通機関群内の公共交通は、チャタムトランシットネットワークとチャペルヒルトランシットの2機関が運行している。チャタムトランシットネットワークは、チャタム群のコミュニティ交通計画で作られ、固定路線と個人輸送を担当している。固定路線は、サイラーシティ、ピッツボロ、チャペルヒルの間で、 ウィークデーに運行される。同様に、チャペルヒルトランシットの PX ルートは2009年、半ばにデモルートとして設定され、ピ・ツボロとチャペルヒルの間で固定路線をウィークデーに運行している。自転車群内には、田園武道路沿いに、景観の良い自転車道が多く備えられている。アメリカンタバコトレールも、群北東隅を横切っている。空港サイラーシティ市民空港が、 サイラーシティ町中心街の南西3マイルにある公共用途空港であり単発及び複数発航空機が利用している鉄道群内の鉄道はノーフォークサザン鉄道と CSX トランスポーテーションが運行しているノーフォークサザン鉄道はサイラーシティ、ボンリー、ベアクリーク、ゴールズトンを通っておりこれはグリーンズボロとサンフォードを結ぶ支線である CSX トランスポーテーションはローリーとハムレットを結ぶ路線でモンキュアの街を通っている。ピッツボロは以前にシーボードシステム鉄道が通っていたが1970年代に廃線になり復活していない。チャタム郡は州の中央部ピードモント大地地域にある。東部の大半はピードモント大地の小区分である山上基本地に入っている。 岩盤の多くはもともと火星岩であり、山畳期に形成された。山畳期に作られたことで、軍南部に石体鉱脈を形成することになった。軍の最南部ガルフの北にあるボーレンクレープロダクツピットでは山畳期の植物化石が出土している。火星岩であることから大量の変成岩が作られている。チャタム群はカロライナスレートベルトの上にある。 ピードモント大地の大半と同様、土壌は粘土であり、暗積色をしている。地下水は鉱物を多く含み、軟水化しなければ飲めない。19世紀後半から20世紀初めに、マウントバーノンスプリングスの光線が人々を引きつけた。光線のあるところに、リゾート温泉が作られた。訪問者は、慢性病の治療を期待してこの水を飲んだ。 このリゾートは20世紀初期に閉鎖された。公線は今もあり、地元協会が維持している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。またうちに2010年データを示す。チャタム郡の自治体と軍区チャタム郡は幼稚園生から12年生の公共教育とコミュニティカレッジシステムに予算手当をするが管理はしていない。チャタム郡教育学は 選挙で選ばれる教育委員会が管理している。高校は3校ある。2010年12月に新しい中学校が開校した。チャータースクールは2校ある。セントラルカロライナコミュニティカレッジが軍内にキャンパスを2つ持っており、指名で選ばれる理事会が管理している。下記の公園以外にも、ピッツボロ、サイラーシティ、ゴールズトンの街は、 公園やレクリエーション施設を運営している。ノースウェスト地区公園、ノースイースト地区公園、サウスウェストコミュニティ公園、R、トンプソン公園、アメリカンタバコトレイル、バイナムビーチカヌーアクセスがある。ジョーダン湖州立、レクリエーション地域、ロワーアーホ周立自然地域、ジョーダン湖教育用周遊林があり、ディープガー州立トレイルが計画されている。 カーニボア保存新宅地、ニューホープバレー鉄道、ホワイトパインズ自然保護地、コンドレット自然保護地、マッキーバランディング、ラグレンジ水際保存地、ウッツミルベンド、ディープ川公園とバックトラス橋、クロスウィンズマリーナがある。軍内で発行される新聞にはすべて週刊誌の、チャタムジャーナル、チャタムニュース、チャタムレコードがある。全国系列のテレビ局は4つのネの放送を、 視聴できる。ありがとうございます。